ミキヤ君、カーネーションありがとうございます。ユンさん、カーネーションありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。ヤスルパンさん、ドンちゃん、ありがとうございます。服部さん、クマ、ありがとうございます。起きれた？私も起きれたよ。うどむさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。ちょっと筋肉痛だからシップ貼ろう今から絶対意味ないけど、朝起きたらふくらはぎ筋肉痛だった。おはよう。痛すぎる。シープ本番まで。叩き込み。おはよう。ふくらはぎがつりそう。それはもう年です。お父さんも言ってた。それリップ閉まっちゃった。朝から元気でしょ。寝起き15分ぐらいです。もう完全に目覚めた。5時に起きましたよ。でも40分、4時40分からこまめに起きてたけど、目覚ましは4時40分から。坂道 FC さん、カーネーションありがとうございます。まあ、香川。でも絶対起きなきゃいけない日、絶対起きなきゃと思いながら寝たから、一回夜中にやばいそろそろ時間かもってバッて起きて時計見たら4時25分だった。でまだ2時間ぐらい寝れるやんと思って喜んだけど、よく考えたら4時40に目覚まし入れてるから20分ぐらいしかなかったね。あれからめっちゃ寝た気したけど、15分後には目覚ましで起こされてるわ。バッて起きたら4時25分で、まだめっちゃあるやん嬉しいと思って寝たけど、その15分後に起きてるわ。その時間に目を覚ました？マジ4時25分？でも4時25分から月起きるまでめっちゃ寝れたんですよ。なんかだからめっちゃ喜んだの。まだめっちゃあるじゃんと思って寝て、でまあ15分後になってたけど寝れた気した。おはよう。そうやばい起きなきゃと思って、まだまだ時間ある時のね嬉しさ、あと2時間あるやんって思ったもん。なぜか寝起きでその髪の毛はすごい。昨日念入りに手入れして寝たので、爪かわいいでしょ。
んよ。喋るってすごい。もう元気よ私、今から戻れる。しかもなんかあんま寝てないじゃん、なんか寝すぎてないからあんまむくんでない、嬉しい。もう戻れる、もう今から立てます舞台に。いつも起きて15分ぐらいで出るけど、いつも通り。シンプなくなった。移動では寝ない、復習する。お出迎えと何するんですかって、え、わかんない。いらっしゃいませ、いらっしゃい、こんにちは。あ、テーブルだけ？テーブルだけだって。いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちは、いらっしゃいませこんにちは。私のお出迎えは夜と明日の昼、いや夜、明日は1しかないわ、夜と明日。向こうで、サインボールとか飛んできますよ。もうこれは公表されてるんでね、ネタバレではないので、今回のツアーはサインボールあるよって言われているので。え、お出迎えはないでしょ。どういうこと？たまには投げてみてください。そうやね、まあ、近くに私のファンの方がいなかったら投げようかな。いらない人に言ってもなって思うんだよね。キツネさん、タコありがとうございます。悲しい、売られる。ユキリガノが、おはようございます。3000円安、もっと高く売ってよ。直筆だから1万円です。いやいや、サインが3000円だなんて。え、3000円なの？安すぎん逆に。おはよう。なった。え、直筆サインだから、しかも1個しかないから1万円。相場めっちゃ高いよ、グループによっては。多分。おはよう。サインボール。まあ3000円ぐらいの価値しかないならいらない人にあげてもいいか。3000円ならあんま儲けれんし。おはよう。
私のサインボールはいくらあって、でも直筆で1個しかないって思ったらサインボールって高いよ。お値段は需要と供給のバランス。私のサインボールなんて需要ないんだ。ゴミみたいなもんなんだ。所詮ゴミ飛ばしてるんだ。必須公文始まる。そんな安い3000円。ね、サイン。私ゴミ飛ばしてるんだ。ふふふ。でも私だったらサインボールだったら2万円ぐらいだったら出しますけど、安く、まあパッと。STU そんなもんなんか。まあサイン結構ポンポン出とるもんね。おはよう。2万円ぐらいなら即決。それ以上になったらちょっと考える。まあでも1個しかない、2個しかない、だって取れないから。もうちょっとはいけるけど。おはよう。そう、取れないからどうしても欲しかったら5万円の気持ちで持ってる。間違いないよ。だから値段つけれないぐらい貴重だから。1個しかないし、公園の記念品ですよ。っていうか記念品、記念品、非売品ですから。値段なんてつけれないんですから。あと5分、やばい。おはよう。このメンバーならそのファンにあげるね。でも STU はそんなもんなんかね。結構上げてるよね普通に。他の業界ではそんなことなかなかできない。何円で売りますとかさ、何かとトレードとかさ、なんか何がいるっけな。メイクポーチしかカバンに入れてない。お財布があれば世の中なんとかなるんだね。喉が鳴った。朝の水。おはよう。ダルプ出ましたね。半までやります。朝ごはん何食べよう。可愛くない、なんかこういうユニフォームみたいな新しいお匂いのレッスン着。フィスコーバー、かわいいでしょ。おにゅう、最近流行ってるんだよねこういうやつが。
朝ごはんいつも食べない、起きた時だけ食べる。今日起きてるからなんか買ってこっかなって。ポクレンパサランさん、カーネーションありがとうございます。お腹グーですわ。流行ってるよ、流行ってるから売ってるしね。結構流行ってる、普通の服のブランドとかジーナシスとかでも出てるし。おはよう。いろんな結構カジュアル系のなんか服屋さんが出してるんですよ。パルコとかでも売ってるからね。背番号ないですよ、空白、空白の選手です。背番号着用なら10万円、まあ高いな。それはおはよう、それは高いな。よかった3000円じゃなくて副代ぐらい。服より安くなっちゃうか、3000円なら。オークション11万。オークションすな、私の服で勝手に。44万円、はい44万円、はい終わり。サイン買わない、やばい、もう30分終わらなきゃ。そろそろお時間ですね。終わらなきゃ、終わらなきゃ、遅刻しちゃうわ。終わらんと。ということで団長読みます。13位ユンさん、12位理化学研究所さん、11位ケンさん、10位ポクレンパサランさん、9位トッちゃん、8位ドンちゃん、7位キツネさん、6位ルイさん、5位坂道 FC さん、4位服部さん、3位ミキヤくん、2位アスルパンさん、1位ウドブさん、ありがとうございました。ここまで、では ではまたねー。メロシャンネイルオーシャンでーす。ってことでまたねー。